配送時に関しては、基本夜の間はボタンを押さないでください。もし夜の場合、ボタンを押された場合は、決定ボタンの方をお願いします。もしキャンセルを押された場合は、そのままゲーム開始とします。ただし、嵐がいた場合、嵐陣営の負けとするんで、その時は開示の方、全役職フルオープンで、スムラもオープンしてもらって、まあ、嵐と陣営の負けとします。質問あればどうぞ。大丈夫そうなんで、じゃあゲームの開始の方します。役職をお選びください。選択しない場合、余っている役職がランダムで振り分けられます。あなたの役職は、騎士です。夜が更けました。人狼に気をつけてください。夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。2番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。あのね、ちょっと申し訳ないんだけど、ちょっと今、半分ぐらいイライラしてるから、言い方きつくなるかもしれない。もしきつかったらきついって言ってくれたら、言い方変えたりとかちょっとしようと思ってるんで、きつかったらきついって言ってください。で、進行論は、ぐだ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 喋ったところで、無駄なんで、何も喋りません。3番のプレイヤーが発言します。はい、占い師です。2番3ランダムシロ、2番3ランダムシロ発行お願いします。そうですね。まあ、自分の城先しか喋ってないので、正直まだ、ちょっと精査できないんですよね。って感じですかね。まあ、ワンチャン2番の教授もあるかなぐらいですかね。はい。まあ、騎士に関してはグレー詰める盤面になったら出てきていただきたいし、まあ、レーナに関しては、まあ、パッと出てきてもらった方が、まあ、グレー幅狭まるんで、精査しやすいとは思ってます。はい。まあ、参照とかなった場合は、まあ、そうですね。まあ、潜伏でいいとは思ってます。また一個出てきたらその人狼なのか、教授なのか精査し、まあ村に、まあライン精査して、まあ、貸したいと思ってます。はい、お願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。村人陣営でした。現状2番さんはわかんないっす。はい、2周目ですね。で、3番さんが、占い師で2番にしろっていうのを把握してて、そうだな。まあ一応グレー詰めで騎士出てとか霊能出てとかって進行の方言ってたから、役の動きに関しては言ってたから、まあ別に違和感はないかなと思ってます。今のところは。そうですね。あと、じゃあもう僕の思考開示としたら、やっぱ把握漏れと、まあ把握漏れより出現かな。出現の方をちょっと注意してっていうか、まあ黒く見ようかなと思ってますね。そんなと、あとそうだな。まあ、前の人と同じ意見だとしても、自分なりの考察をこうつけて喋ってもらったら、精査しやすいと思うので、そこのところをお願いしたいかなと思ってます。5番さんに回します。5番のプレイヤーが発言します。はい、私、村人陣営、特に仕様ないです。ただ気になったのは、やっぱりね、2番さんがイライラしてるっていうことは言ってましたよね。そのイライラっていうのはどっから来てることなんですかっていう、まあ、ことですね。とりあえず、言うの忘れたかな。私、占い師で、一番最初にヒロが出てます。はい、5から1に大事なハンコお願いします。多分2番さん、いわゆる、ゲーム外のことなのか、前村のことなのか、ちょっとだけ言っていただいた方が皆さんのためになるかと思います。で、3番さんは今日かどうかわからないです。
4番さん、まあ、若干だけ白っぽいから、レンドさん入る。6番のプレイヤーが発言します。うん、3、5、まあ、あんまり差はないですね。3が役に触れたかなって程度だけど、5番も最後のあれだからね。うん、触れたか触れてるんだけど、うん、それだけでは判断つかないです。4番ですか。その進行論通りそのできるんだったら、悪漏れと言い間違い、区別してできるんだったら、いいんじゃないですかっていうぐらいのもんで、村かどうかわかんないです。SG1 の村人は残して白露を釣りたいです。SG1 の狼は釣って白い村人残したいです。村を残して狼釣るってことです。要約すると。うん。勘違いしてる人が多すぎて。あとはまあ、片白だとしても、訳すかしですか。それした人はね、条件付きで釣ってもいいと思う。もう多発してる。もう狂人が訳すかすわ、住むらって言って噛まれないようにするわとか。そもそも、チーム全体で役を守るっていう気持ちがないんだったらもういらないから、そういう人は。グレーはもちろんのことね。あと、柱発言はしないでください。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。そうだね。まあ、5番さんに言ってないけど、多分2番さんは、敗損をされたことに対してイライラしてたんじゃないかなっていうふうに、私は理解しましたけど。で、3番が、ちょっとまあ2番が印象悪かったんで、3番がそれをすぐに加工に行ったんじゃないかなっていう風に、ちょっと見えてしまって、まあ盤面上ですけどね、だから2、3陣外かなっていう風に、ちょっと思ってしまいました。で、5番が最終発言者の1番に白出してるっていうことで、もしかして5番、すらあるんじゃないかなっていうふうに見てます。そしたらまあ平和村になって嬉しいんですけどねっていうところで、あと、まあ、4番と6番に関しては印象がないっていうことだけ言っときますかね。まあ、グレーとかそういうんじゃなくて、単純になんか印象がない。8番のプレイヤーが発言します。はい、村人陣営特に信用なし、3号に関しては2周目、グレー精査をしっかりやってくれってことですね。そこから審議つけていきたいかなと思ってます。7番さん、4、6に関して印象ないって言ってたんで、話聞いてんのかなって思ってますけどね。4番さん、失言を拾うんだよね。じゃあ失言を拾わなかったら、俺目線あなた黒くなるけど、その辺はちゃんと把握しといてねって話。で、6番さんに関しては、7番さん印象ないって言ったけど、結構あの発言って、結構ヘイト買う発言だったにもかかわらず、7番さんは印象がないと言うんでしょ。俺はそれどうかと思うけどね。6番が一番村っぽく感じたけどね。ただ7番の言った3が2を囲ったっていうのは、くすぎるかなと思ってる。現状なら。9番のプレイヤーが発言します。はい、特にしようとございません。現状3と5の審議はついてないか。っていうか、どっちも締めないかなっては思ってますけど。締めないっていうか、芯ある発言してないなって。直近の8番だけど、7番さんに対して、印象ないっていうのは違う的なこと言ってたけど、実際8番さんも、日本6の印象っていうのは、まあ言ってなくて、まあ6が村っぽい。で、4は印象が、失言拾うんだねっていう圧掛け。4番さんっていうのは別に失言を重点的に、黒く見るよって言っただけで、失言を拾うって言ってないから、なんか自分は違和感を感じたかなと思ってます。だから現状自分8番さん一番怪しいかな。7番さんっていうのは自分は別にそんな印象悪くは感じなかった。6番さんに関しては毎回村、どの村行ってもその SG1 残して白露釣りたいって言うんだなっていう印象。1番のプレイヤーが発言します。はい、発言します。3178かなって思ってますけど、レノです。レノです。出てきます。はい。3178かなって思って、7番さんのおかしいところって、3番さんが偽っぽいって言ってて、でも5番さんがスラしたらって言って発言落として3番さん死んだよねっていう、なんか発言矛盾を起こしてるのが7番さんかなって思ってて、ちゃんと8番さんはそこの指摘はできてないが7番さん怪しむ視点があるから、まだ8番さんって白っぽいのかなって思ってて、で、8指定で占い師がまだ分からんのやったら、8番さんってまだ占い師の精査をしてて、なおかつ、6番さんの白、白
してる人物だから、8番さんって6番さんを黒く塗るのが結構きつくなる場面だから、8番さんって結構白いのかなって思ってるけど、この村で唯一色をつけた人物だと思ってますけど。はい。視点破綻を起こしてるっていうか、発言無事を起こしてる7番さんって思ってますね。だから9番さん視点で7番さんがおかしくないのがわからないなって思ってますけど、だから3って7級かなって思ってます。2番のプレイヤーが発言します。はい。はいはい。約一角でいいですか？一番の例の一角でいいですか？はい、じゃあ騎士出ましょう。騎士出てグレー詰めしましょう。うん。俺7一本でいいと思うけどね。占い師多分誤信じゃない？うん。3番さん目線、俺の狂人を追うのであれば、じゃああなた目線盤面固まれば分かる話やん。太鼓の占い師が出てきて、霊能が2仕様になった場合って、俺の狂人100して出るんだから、あのタイミングで、俺がわざわざあんなわざわざね、発言残さずヘイトを買うような行動をしていて、で、それで僕を狂人を追うっていう目線がまず3番目線、おかしいと思ってる。俺その1点で3のシーンは切るよ。悪いけど。うん。ただ5番も5番でどっちもどっちだと思うけどね。うん、ただ3より5の方が新っぽいってだけで、俺3のシーンは切ります。はい。で、言っときます。ゲーム外のことですね。ゲーム外のことでイライラしていて、配送がボタンを押されたんで、イライラがちょっと高まってます。はい。で、8番さんは8番で、4に厚書きするメリットが正直ないかなと思うし、8に関しては完璧に上げ足取りだね、と思った。9に関して、9番が拾ってたっけ。うん、上げ足取りだし、6が白っぽいっていうのが俺は理解できないよ。悪いけど。うん、悪いけど、6が白っぽいっていうのは理解できない。うん。6番さんって、なんだっけ、SG1 の村人は残す、うんぬん、SG1 の狼を釣るみたいなこと言ってるけど、あなた目線色分かってるんですかと思ったんだけど、6に関しては。うん、SG1 って分かんないから残されるんでしょ。うん、だから6の言ってることって全然正しくないし、白くないと思うんだけど、8番さん。どう思います？うん。俺7、8の欄でいいと思ってるけどね。うん、まあ、ほぼ7で1本いいかなと思ってる。3番のプレイヤーが発言します。はい、まあ、こういう場面になったんで、まあ、7番に関しては、2、3、囲いがあるのかなって言ってて、で、なおかつ5番をすらを追っていった人物で、で、なんだろう。逆に村っぽいのかなって思っちゃいましたね。そんな安直に占い地入る行為をしてるのかなって思っちゃったかな。こういう場面になったから。だから、7番はちょっと白っぽく見えていて、自分の視点では。だから、9番に関しては、まあ、8番の指摘結構良かったし、だって8番が4番に対し、だって4番って、まあ、出現があれば黒く見るって言ってたから、だから8番が4番に対して、4が出現拾わなければ黒く見るよっていう、もう壮大な、なんて言うんだろう、こう、黒塗り、したいのかなって感じで思ったんで、現状8番から行きたい。まあ、騎士は出てきてほしいです。はい。占いたくないんで。まあ、8番が騎士だったらいいかなっていう感じですけど。うん。現状8から行きたいし、まあ、なおかつ6番に対しての村っぽいって発言も、正直理由もなかったし、7番に対して、なんだろう。4、6印象ないって いつも、なんだろう、8番が、なんか4、6の精査してるように思えなかったかなって感じ、雑だったなって感じ。だから、まあ現状8番から行きたいかなっては思ってます。はい。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。まず、2番さんが3番さんをぶったたいてたことからして、やっぱこのラインはないのかなって思ってます。5番さんに関しては、2番さんのその、イライラの話でちょっとだいぶ持ってかれてたんで、どうなんだろうなと思ってます。ちょっともうちょっと発言してほしかったかなと思ってます。で、8番さんが僕に対して叩いてたんだけど、それをね、9番さんが拾ってくれたのはちょっとありがたかった。全部出現拾うとは俺一つも言ってなくて、まあ、自分のその出現拾えた時に、その黒く見ますよっていう話であって、ちょっとね、それ不当なんじゃないかなと思ってます。で、7番さんに関しては、4、6印象ないって言ってたのがすごい気になるよね。そんな印象ないかな。6番さん特にそうだけど。今日7、8どっちか、7番さんかな。5番のプレイヤーが発言します。なんか気になったのはやっぱりね、
3番さん、ちょっとふわふわしてるなと思って、今日がローを囲ってる、ローが今日囲ってるような雰囲気はしました。うん。4-3で人海なんかなと思ってます。で、4-3じゃない、3-2か。3-2で人海だと思ってます。で、4番さんは、まあ、とりあえず、まあ、精査しようとしてたんですけど、ただね、6番のプレイヤーが発言します。うん。5番の声が聞こえない。わかんない。4番行きたいでいいのかな。7、8押されてるけど、8はまあ、俺を白く置いてくるだね。その点は、プラス要素なんで。とりあえず、今回は除外しようかな。占い結果次第でいいんじゃないかなと。まあ、4番に対しては、あれなのかもしれないけどね。マイナスなのかもしれないけど、8以外で行きます。7か9か4。誰がいいんだろうね。4番の話はまあ聞いたけど、7、8押してるわけでしょ。そういう押し方を見て3番、4番のラインで見たのかな、5番の。ちょっと声聞こえないから4番でいいのかな。まあ7、8、9のもう一度話を聞いて、まあ黒いっていう人に入れようかな。7、9、9の8、7を通して8、9がちょっと意見が割れてるって感じなんだよね。うん。7、8、9の関係性見ると。4番が7、8に行きたいって言ってるよね。うん、今のところは8以外には行きたいんだけど、7、9、4に行きたいけど、7、8、9の発言次第で変わると思います。3番が7、8でしょ？で、5番が4。安易に7、8でいいんだろうかね。9、4とかにいるのかなっていうのもあるんと、もう一回話聞いて、今のところは7、9、4の中で入れようと思ってます。8以外で。ただちょっと8の発言がちょっとと思ったら8に行くかもしれないけど。今のところは、はい。以上です。7番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。私は、スムラです。で、1番が、7-8で、7-8のランで提示をして、それを飲んだのが、2-3-4。で、5は飲まなかったくて、6が、8は白って言ってるんですよね。で、おそらく人外が、私はスムラなんですけど、8番が人狼だった場合って、人狼じゃなかった場合、8番が村人外だった場合って、もう7-8で行こうっていうふうに、みんな言ってくると思うんですよね。その、人狼側も、どっちとっても村釣れるんで。だからそう考えると、5番が7-8に行きたがらないかったっていうところで、5番は偽っぽいなっていうふうに思った。だから、3番が真かなっていうふうに思っていて、6番が8番を釣りたくないっていう理由もいまいちよくわかんなかったから、5-6人外かなっていうふうに見ていますけどね。とりあえず、7-8で行くんだったら絶対8ってください。私、スムラなんで。8番のプレイヤーが発言します。はい。まず2番さんにアンサーしとくけど、俺の1周目の位置で4-6-7が片白じゃない、グレーの状態で、7番が4-6に関して印象がないって言ってんだよね。で、6番は俺結構、ヘイトを買う発言をしてるっていう発言をして、で、そこに対して7番は印象がないって言ったんだよ。で、人外だったら6ってああいう発言しないでしょってことから俺は白っぽいって言ったんだけどね。あとね、9番さん。俺が4に対して叩いたことで、失言を拾うっていう発言ね。失言した人を黒く見るっていうんだったら、それ失言拾ってんだからね。話聞いてんのかなって思ってますね。7、9に関してはね。両方とも。じゃあ7番さん、俺騎士なんですよ、騎士。じゃあ7番さん釣られてくれます？はい。太鼓いる？ああ、オッケー。6が騎士ね。じゃあ、1番さんにいいや。1番さんに任せるよ。俺は6入れる。俺、クロス護衛とか、そういうの嫌いなタイプなんで、決め打ってもらいたい。
でもそれが1番さんがクロス護衛をするっていうんだったら、それに乗る。はい。で、俺目線6が、これは、どちらかな。強靭かな、出方的にって感じ。で、俺は結局ラストウルフは7派だと思ってますけどね。なので、占い師さんに関しては、クロスしないで俺7番さんを占ってもったよね。以上。9番のプレイヤーが発言します。8偽じゃないかなって思ってます。ね、こういう、212番面って何がセオリーなんかわかんないんで、まあ、1番さん言ってください。1の、1番さんのその指定の段に1番合わせる。6、8の段だったら8番さんから行こうかな。グレーだったら7番さんでいいと思いますね。占い師は3が偽だと思ってます。多分。3番さん騎士出させようとしてた。で、5番さんに関しては、精査できないっていうか何言ってるかわかんない。指で多分マイク塞いでんだよ。5番さん、あなた。どうなんだろう。でも6番さんって2周目占い師さん全くしてないから、色が見えないなって思ってましたよ。現状8行きたいかな、やっぱ。8番さんなんか話聞いてないとか言ってきたけど、8番さんが聞いてないんだからね。いや別に喧嘩するつもりはないけど。はい。4番さん本人も言ってんだから。まあ、8行きます。1番さん、騎士の欄だったらまあ言ってください。あとクロス声とかも指定お願いしますよ。1番のプレイヤーが発言します。クロス占いはいいかな。もう占いでどこだって思ったらいいかなと思ってて、騎士から行きます。自分が占い精査できてないんで騎士行きます。で、残った方の騎士が、まあ、任せるわ、守り先。まあ、この場合って占い神が発生する可能性があるから、まあ、騎士にはセンスでって言ってくれ。残った騎士はセンスでって言ってくれ。うん。で、俺がなんか提示すると、なんかそっち票流れそうなんで、6、8の欄提示だけ言っときますね。投票先は言いません。うん、占い師に関しては、9番さん、なんで、さんが死んだったかっていうのが欲しかったかなって思ってるかな。となると、7っていうのは3が2すって言ってる人物だから、9して7って結構黒くなるけど、7ってスムラス化してる人物なんだよね。うん。で、その精査で行くんだったら、4番さんもそんな占い精査あんまりしてなくないって言ってるかな。5番さんに関しては、2、3、2、3、4っていう、ちょっと、よくわからんかったから、4番が黒くなった理由は欲しかったかなって、率直に思ってるから、占い師の審議、審議はつけてないです。つけれてないです。申し訳ないけど。はい。まあ、2番さん視点で7番さんが、7番さんって結構白くなったんじゃなかったかなって思うんだけど、発言聞いたとき、発言聞いたら変わるんだろうけど。最初の発言っていうのは、5番さんの方がニスって言って、3番さんはニスって言ってる人物だから、2番さん視点って7番さんって結構白く見えんかったかなっていう視点ぐらいかな。まあ、騎士ね、騎士ね、今日は。6、8。まあ、好きな方に。わかんないんで、占い師。6、8で行きましょう。全プレイヤーの。その疑いには、どんな根拠があるのか。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは8番の遺言を発表してください。1番さんに言っとくけど、まあいいや、6、8に6、8ランして俺が負けたのはまあいいやもう、はい。で、一つ聞くけど、7番さんのどこが白くなったの？どこが白くなったんですかね、1番さん。はい。そこだけもう一回考えてもらいたいですね。1番さんに関しては。で9番さん、別にもう結果する気ないけど、4番さんが言った内容は聞いてたよ。全部を拾うわけではないって話でしょ。そうじゃなくて、1周目の時に、出現
をした人っていう話で、その時点で、その発言をしてる時点で失言を拾いますよって言ってんのと一緒でしょって話、9番さんに関してはね。まあ、いいや、この後はもう考え方の違いだと俺は思ってるんで。で1番さん噛まれんじゃないの、普通に。って俺は思ってますけど。で、それでもう村負けです。それぐらい言うことは。うん、まあでも俺も5番さんの方が結構2攻めかなと思うけどね。印象ね、印象。はい。あとはもう墓場で見てます。夜が更けました。人狼に気をつけてください。何言ってんだよ！俺を悪者扱いすんな！夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。7番、9番のプレイヤーが発言します。七白。レノさんは？マジか。まあ7占い納得、3番が4白、うん、なんで、まあ理由言ってほしいかな。これはまたセオリーが分かんない。6番さんをとりあえずロラすればいいのかな。そうすれば PP は防げる。っていうこと。か。正直全然わかんないですね。3も5も精査、正直あんまできない。5番に関しては2日目喋った、2日目じゃない、1日目の2週目は喋ってないのと同様だと思ってるから。難しい。まあ、6いきます。占いだったら、精査できてないけど、3番の騎士出させんのがなんか、自分は違和感だったなっていうくらいかな。1番のプレイヤーが発言します。この盤面は、騎士ロラってクロスした方が強いんかなって思ってるかな。あ、でも7噛まれてんだよな。7神なんだよな。7神ってことは、まあ、騎士心境かなと思うかな。7神ってことでね。うん。で、7噛まれたのってスムラスカしたからでしょ。うん。まあ。まあ、3の7占いは、まあ、ごもっともかなって思うかな。いやー、わからなくなったな。うん。ああ、じゃあ5番さんが7ぐらいか。で、3番さんが4番さんじゃないか。5、4に見えたってことかな。まあ3番さんには、まあ4番さんになった理由を聞こうかなって思ってますね。どうしようか。6ってでも釣り位置上がってなかったんだよ、そんなに。で、6が出てきたが盤面だから、6の芯ってあるにはあるんだけど、どうしよう、村には占い先生頑張ってもらうか。占い先生頑張ってもらうために、6番さん死んだったら申し訳ないけど、6番さん釣られてください。僕噛まれるんで。もう、村に頑張ってもらおう。3号の話は聞けない位置だからさ、6番さんは聞けるだろうけど、村視点6番さんがわからないからさ、申し訳ないけど、今日6番さん釣られてください。で、3号の話、2日かけましょう。今日と明日と。で、精査してくださいね。まあ、黒が出たときは、その、片黒と精査も含めね。はい。2番のプレイヤーが発言します。1番さんに言っておくと、今日6詰めるメリットって、6番が昨日の夜に1番声を押していたことぐらいしかないよ。今日6詰めるメリットって。
うん、6が1以外は守ってるのであれば、今日6釣る必要性はないと思ってる。俺3級で終わると思ってるよ。うん、3級大神の8強人でしょ。俺8万 100% 強人だと思うから、昨日の時点で3に入れてんだよ。なんで8釣るのと思った。うん。8番さんって、ま、騎士で出てきて6番釣り落ちてるんでしょ。狼100ないじゃん。ね。8が人外確定してた、発言で人外だって決め打てるのであれば、昨日の時点で8詰める必要性ないんだよ。うん。8を人外で固定するのであれば、6が真になって、3号の精査でしょ？じゃあ、占い師詰めて、もし仮に3番詰めました、3番黒落ちましたってなったら5番真決めてるじゃん。昨日の時点で占い師詰めない。この村が 100% 弱いと思ってる。うん。昨日の時点で8釣るなんて100ありえないからね。悪いけど。うん。8番を狼だと思って釣ってるんだったら、マジでそれはやばいと思ってるけど、うん。昨日の時点で8に入れてるやつってマジでダメだと思ってるよ、俺。うん。悪いけど。うん。で、騎士は106進だと思うよ、俺。8番強靭でしかないと思ってるもん。で、霊道の結果でも8白なんでしょ？うん。昨日の時点で3詰めればよかったよ。うん。俺今日3行きます。あー、違う。そうか、村目線3の進がまだあるのであれば、じゃあ9詰めればいいやん。5番さんも9飲めるでしょ？うん。3番さん目線、俺と4番に白打っていて、5番さん目線っていうのは白先が1と7か。1と7なんだったら、今日9詰めで5番さんが、2と4占い、どっちか占えば、確定人外、占い師目線露出する。3番のプレイヤーが発言します。はい。まあ、アーバーに関しては、まあ、素晴らしいようし、で、7、8の乱になった場合、まあ、8番に行ってほしいっていう発言をし、でも、8が村だった場合を仮定した場合も、7番という人物は想定しつつ、まあ、なんていうんですかね、ちゃんと5、6人外ないのかなっていう発言もしてて、まあ、なんか、すごい、村っぽいなっていうふうに思ったし。で、まあ、6、8が騎士試乗したから、なおかつ、結構村っぽいかなって思っちゃったから、多分占う必要なかったかなって感じでした。で、まあ、9番に関しては、まあ、2、1番面だから、その、まあ、騎士に関して、出そうとしてるからに攻めって言われたから、そんな占いちゃある行為してんのかなと思って、まあ、あえて、そこをまあ、7球外して4番占って、たら白でしたって感じですかね。4番に関してちょっと分かんない人物だったんでって感じですかね。まあ自分の視点では、まあ6、8新居だった場合はもう5、9狼って感じなんですけど。はい。まあ5、6狼っていう線もあるんで僕は6番に行きたいと思ってます。はい。でも6番俺も死んだと思うんですけどね。うん。6番は8が、8番が自分に対してなんか白く見えるからし、もうなんか8番は釣り位置じゃないって言った発言で、うん。なんか、新感度は若干拾えたかなって感じはしたけど。はい。まあ、今日は6いく。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。昨日の8番を省きたいな、今日はって言った6番さんが8で、騎士で出てきて、で、騎士で出てくるっていう、太鼓で出てくるっていう感じを見る限り、6は真じゃないのかなって思うけど、それに、だ僕は真で見てて、3番さんは6を真で見てても、やっぱ6釣るの。真で見るんだったら別に6行く必要ないんじゃないかなって思ってる。まあ、5番さんの発言がちょっと、いまいちわかんないんで、次聞くけど、僕は今日3行きたいかなって思ってるんだよね。うん。6進決めするんだったら別に3でも、まあ、占いでいいと思うんだけどな。5番のプレイヤーが発言します。いやあ、7番さんの、発言、とりあえず、今日行こうかって。ああ、でも生々試算してんだとそうなるんか。7番じゃ、1番さんか。2番さんか。2番さん視点やと、9番さん行きたいって。ああ、なんとなくわかる気はするんやけどね。
ただ、2番さん、強陣やとちょっと怖いかなっていう。僕はもう、決め打ってもらって、さんまさん釣りの方がいいと思ってるんですけど。6番のプレイヤーが発言します。あのね、狼4通りあって、8強陣だから、5番だったら9しかないの、5、9。3番だったら3、2、3、4、3、9っていう3通りあんの。うん。で、3、5はなぜ9番釣らないの？釣る気がないの。5番視点、5、9がないってことの潔白を表証明するためには9番行けばいいじゃん。うん、3番視点もそうじゃん。2番から3、9呼ばれてんなら心置きなく、だって5、9があるじゃん。あれ、5、6で見てんの？ 5、9じゃなくて。冗談ですかって話なんだけど。だから今日9でいいんだよ。2番の言ってることはそれだけ正しい。だから2周目の訳すかしは間違ってる。うん。あと初週のあれも間違ってる。バグってものがあってたな。誰も押してなくてもなるんだよ。うん。それをちゃんと覚えとけ。あと、役すかすんじゃねえよ。2、1場面だからって騎士すかしてんじゃねえよ。お前は。うん。ただ今日9釣りは合ってると思う。3番と5番の反応を見れば。うん。どっちが真か偽かわからないけど、なんで9番釣らないの？うん。うん。死んだと思っても釣るんですかと。3番と9番に行けど。だから2番に3、9終われるんでしょ。今日9番行けばいいでしょ。3番がまあ5番が俺でも占えば、まあ5番占った方がいいけど俺死んだから、5番は4か2占えばいいんじゃない？それだけでいいでしょ。今日9ずれていいでしょ。うん。3番5番の反応を見ると動画わかんないけど、なんで9番押さないの？ 3 番視点5、9しかないだろ、もう理論上。うん。5番視点5、9追われるんだったら9番心置けなく行けばいいじゃん。行けない理由でもあんの？ 5、9 だから。うん。7なんで構われたんだろう。7って5、6で追ってたから5番が偽ってことなのかな。まあ、9番いきます。全プレイヤーの発言。くそが、てめえ、吊るされたいのか？投票が終了しました。追放されるプレイヤーは9番、9番の遺言を発表してください。え、何がしたいんですか？え、スムラを釣って何がしたい？ 6 が強靭だったらもう普通にありえないと思ってる。まあ、6が真なんでしょう。無駄である釣りなんでしょう、自分は。これで PP とか起きてたら、2番さんあたり許しませんよ。夜が更けました。人狼に気を、騎士の方は夜のアクションを行ってください。その疑いにはどんな根拠があるのか。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。1番、2番のプレイヤーが発言します。ニクロ？ニクロ？ニクロ？え、3級じゃないの？ 3 級じゃないの？で、6しまなんでしょ？ 5 級なんだ。はい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 。じゃあもういいです。5番釣ります。3番。のプレイヤーが発言します。はい。まあ、6番占ったら白でしたっていうことで、まあ、自分の視点ではもう5、9狼ですね。はい。で、なおかつ僕が狼だった場合って、どこが相方になるんですかって感じですかね。まあ、2、4に関しては自分からでもいいってなった発言で、ちゃんと僕は自分の視点で、まあ、ちゃんと5、6狼っていう線もあるから、で、なおかつ6番は9番なんでいけないのって言った発言に関して言ってたから、まあ、完全に強靭あるかなと思ったんですけど、まあ、強靭しようないと思ってるんで、まあ、一路連れてると思ってますし、
まあ、5級狼だと思ってます。はい。なんで、まあ、5番に関、まあ、す、まあ、5番に関してはもう、なんていうんですか、1日目から、2、3人外だと思いますって言った発言をし、なんだろう、7番に対しての、なんか、なんで占ったのかなって感じですよね。5番に関しては。って感じ。そこだけ、もう、拾ってほしいんですけど。うん。って感じかな。5番に行ってほしいです。はい。って感じかな。はい。まあ、6番が強人かもしれないんで、今日は自分投票は乗えません。5番投票でお願いします。4番のプレイヤーが発言します。はい、お願いします。6番さんに切られたら3球。で、5番が2番黒なんだよね。3番さんなんで9いかなかったのかな。どうだろう。3行きたい気もするんだがな。ちょっとここは、じゃあ僕6番さん死んでみてんで、6番さんに票合わせようかなと思ってます。ちょっとここかな。正直3行きたいんだけどね。5番のプレイヤーが発言します。なので、2、3、ローローですね。2番さんからでも3番さんからでもずっとやってください。票を集めるために3番さんから行きましょうか。それでいいじゃないですか。皆さん、3番さんから投票お願いします。よろしくお願いします。これでいいね。6番のプレイヤーが発言します。4番隠しろだから。明日 4番守れるから。4番が決めな。じゃあ今日3番でいいよ。3、2か5級なんだよ。4番に言うと。俺が死んだからわかるんだけど、3、2か5級なんだよ。じゃあまあ、とりあえず安定取って考える時間作りたかったら3番行きましょう。で、明日守れるんで、明日2番、5番で精査して。5級、3、2を。どっちか俺もわかんないし。まあ4番が決めれば。安定策で別に3番行ってもいい。3級はないから。存在しないから。3級はないんだよ。絶対に。言い切れるんだよ。BB とかそんなのないから。BB とか狙いの強人じゃないから、全然。守るわ。4番がそう言うなら3番でいいけど。8には偽強人。で、5番が2黒出してるから4番って隠白なんだよ。白なんだよ。俺が死んである以上。だから、5級か3人。これだけは伝えられる。なので、まあ、判断。まあ、迷ってるのであれば、3番行って、まあ、3人の可能性もあるから、3番行って、俺が守りますんで、明日決めで、2番か5番。3人か5級。もう3級はないんだよ。3級はない。そこは言っとく。3級は存在しない。5級かね、3人。なんだよ。どっちなんだろうなと思ってるけど。7番かばれてると5番に背中に気がするけどね。今日3番いきますか。全プレイヤーの発言が終了しま、私が悪人ですって？もう、怒りますよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、3番の遺言を発表してください。はい。まあ、まず、なんて言うんだろう。まず、俺が狼だった場合は、なんだろう。5級っていうよりかは、5、6っていう本に結びつきますし、え？いやいやいや、それはない。で、5番が狼なんで、はい。
まあ、5、5級狼なんで、はい。あ、新騎士？あ、じゃあ、5番さん行ってくださいよ。はい。だって、1日目から2番って俺に投票してるし、4番に関しても、まあ、自分投票してるでしょ？僕の相方どこなんですか？ 5 番視点で。3級はもうないってわかるでしょ？これ。あーって感じなんだけど。5番行ってほしいです。マジで。本当に。一郎連れてるから、まあ、まあ、6番、新騎士なんで、はい。5番行けば、村勝ってます。はい。自分の、相方いないと思ってます。はい。っていう感じかな。ま、マジで5番行ってほしいです。マジで。本当に。だって、まあ、高級狼で、なんだろう。はい。まあ、それぐらいですね。マジで。はい。お願いしますね。5番絶対行ってくれ。本当に。頼む。夜が更けました。人狼に気をつけ、その疑いには、どんな根拠があるのかな？夜が明けました。昨夜は誰も死にませんでした。発言ターンに入ります。6番のプレイヤーが発言します。わかりやすく言えば4番に。5番が狂人使用したってことは5番占い師じゃないんだよ。つまり、3番が真占い師、確定。3番は俺に白出してる。ってことで、霊能は8に白出してる。6、8に狂人がいるってこと。神教がいる。だから5番の狂人は絶対にありえないってこと。つまり5番がロー。まあ、5番が真占いでそれやってなったら5番が悪い。5級ロー、ロー。もうこれ以上の回答はない。うん。これ以上の回答はもうないんだけど。これでもわからないんだったら俺も知らんから。3番しかシングルラインがいなくて俺に白でで、霊能が8白出してんだから6、8に神教。8がリア教じゃない限り、5番の狂人だけは絶対にありえない。うん。うん。イコールもう5級だと思って俺はもう5番行く。しょうがない。だってこれは5番がこんなことしてんだったら、死んでこれを狂人使用してんだったら。釣らせようと思ったのか知らんけど、俺を狼に見当たり釣らせようとしたが無理だよ。だって、3番が6白打ってる時点でもう無理。2番、まあ村だったら解説して。もう狼でももうしょうがないよ、5番のプレイは。村だったらちょっと4番に分かるように、もう多分、分かってくれるとは思うけど、解説して。うん。2番のプレイヤーが発言します。じゃあ4番さんに分かるように説明すると、3番さんが6に白を打っていて、で、1番が8番の霊能結果で白が落ちている。ってことは3番新世界だと6、8にが新居なんです。で、5番新世界だと、3か、3黒になって、で、2黒でしょ？だから、5番新世界で、じゃあ5番狂人世界っていうのは3番新世界の場合 100% ありえないから、5番さんっていうのは自分占い師じゃないですよって言ってるだけのただのポンコツです。はい。5番っていうのはただのポンコツです。で、なんだ。4番がもし2号で、3の方が芯が低いって言ってるけど、俺も3番の芯はないって初日からずっと言い続けてるから、悪いけど、3番芯なんだよ。3番の芯がないんだけど、3番芯なんだよ。で、俺目線って、別に、あの場面9番詰める必要性なくて、5番釣り押せばいいだけの話だから、だから俺初日から3番、もし2、3狼なのであれば、2、3狼でガチガチにライン固めて、俺5番の占い位置に入るような行動しなくていいんだよ。ある。俺3番の芯下げして、なんか5番の占い機に入っていて、で、なんだ、あ、そうだ、3番の相方を切り捨てたとしても、3番狼軸だった場合の相方位置の9番釣る必要性ってあの場面ないんだよ。俺って6番釣ればいいだけの話だから。だからそれが俺の村アピールね。4番さんに言っとくと。うん。だそれだけなんだよね、正直。だから5番っていうのは100人外なの。4番のプレイヤーが発言します。はい、5番いきます。以上。5番
のプレイヤーが発言します。もうご主人様、誰がご主人様か教えてくださいよ。もうじゃあ皆さん言うように、もう5番さんいきます。さよなら。全プレイヤーの発言が、その疑いには、まあ、明るい感じだから笑い話になったけど、何もしなくても方が良かったんじゃないの。教授しよう、大失敗じゃないの。もう笑い話で済んだから良かった。俺目線マジでこんなことしなかったら分かんなかったよ。号泣だったお前。まあ、これ死んでやってんならもう俺知らんよ。投票が終了しました。追放されるプレイヤーは、5番の遺言を発表してください。はい、ご主人様、多分、これで勝てます。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。あとは、岸さん残ってた間違ってグッジョブ起こさないようにだけお願いします。よろしくお願いします。さよなら。夜が更けました。人騎士の方。おい、リア教諭なのかよ、これ。を選ぶなんて。これリア教諭なの？勝てるわけねえだろ、これリア教諭なの？これ。歯じゃねえよ、これリア教諭なの？リア教諭やってんの？これ。勝てるわけねえだろうよ。何やってんのよ、これよ。リア教諭いんのかよ。4番かよ、狼。4番か、狼これよ。夜が明けました。昨夜は1名の方が亡くなりました。何なんだよ、これ、シングルないし、これよ。人狼陣営の勝利です。あし。5番マジで強人やん。